どうも中野区のチャンプです。えっとですね、今日は来年2020年あのもう世界チャンピオン確実じゃないかと思うぐらいめちゃくちゃ期待してる3人のボクサーを紹介したいと思いますこちらです。 まず1人目は、あのホンダジムのクズラカネコ、13歳の時にアフガニスタンからあの日本に来日して、もうそこからずっとあの日本に住んでボクシング頑張っている選手なんですけれども、いやー、これはね、もうめちゃくちゃ強くて、あのウェルター級の元日本チャンピオンの有川とやった試合でね、有川を3回慶 o にあの片付けたというか、 倒したんですけどいや、これは本当と、ものすごく強くて、有川自身も別にまだまだ、あのー、加工性の選手がなくて、あの、元チャンピオン、うん、パンチ力だって強いし、ただね、ちょっと打たれもろいところはあるんですけれども、僕、この試合すごい注目してて、有川が、あのー、まあまあ、今回は判定で勝つんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、<laughs> このすごく注目してて、のこの試合に関しては、有川が、あの、クズラに勝つんじゃないかと、有川復帰戦でもあったんでね、思ってたんですけど、クズラが、見事有川を3回 KO にして、結構、あの、実力者有川に対して、あの、実力差を見せつけた試合で、有川自身もね、まだまだ、あの、加工気味の選手ではないと個人的に思ってて、ここから復帰して、また日本チャンピオンに戻るんじゃないかなっていうふうに思ってた選手だったんですけど、まあ、それを見事に KO して、 あの、やっぱ過去を見ると、やっぱりその、ベテランの元チャンピオンとかが、復帰戦でルーキーを選ぶって、まあそれもよくあることなんですけど、それをやっぱりその、KO するっていうのは、なんか後々の世界チャンピオンを予感させるようなね、気がするんですよね。過去で言うと、やっぱり徳山がヨーカを復帰戦で選ばれて、見事 KO して、その後に世界チャンピオンになったりとか、あの、ナシロがね、 あの、ホンダ選手に勝ってね、やっぱその頃世界チャンピオンになったりしてるんで、なんからそれをちょっとね、あの、彷彿させるそれを重ねるような、あの、気がしてるんですよね。ウェルター級といえばね、の日本人がまた一人も世界チャンピオンになったことない階級で、だからそれを含めて、やっぱり日本所属の選手が、あの、世界取ってくれるっていうのを僕はちょっと非常に期待してて。で、まあウェルター級には、今日本チャンピオン、 あの、提携の長野選手いるんですけど、あと、まあ、まあ、第一人者としては、あの、小原ですよね。あの、小原がいるから、僕はちょっと後々、小原とクズラが対戦するんじゃないかなっていうふうに思ってます。もしそこで、クズラが勝つようだと世代交代になるし、小原もまだまだ強いから、あの、クズラを知りけるようだと、小原に、世界、挑戦のね、チャンスが、2回目の世界挑戦のチャンスが来るんじゃないかなと思ってて、期待してる、 せ、階級ではあるんですけど、まあ、個人的にはとりあえずクズラを今、一押ししてます。で、二人目なんですけれども、まあ、本当に、アンディヒロアカ。これ、あの、昔、あの、さんまさんの、あの、テレビに、あの、バラエティ番組ですね。カラクレ TV に、あの、キッズボクサーの時に出演してて、ずっと特集されてた選手なんですけど、僕は、あの、ボクシングが、あの、 やってるバラエティはもう全部チェックしてるから見てたんですけど、もうその時からすごい才能に恵まれてて、ただすぐなんか番組の中ではメンタルが弱い少年ということで扱われてたんですけど、まあその後何年か経って見事プロデビューして、あの新事業、東日本新事業までなって、まあ全日本新事業はね、あの確かインフルエンザかな、何か風邪で急遽欠場したんですけど、その時全勝を取った選手とも後に戦って,勝っていて、まあ今ユース王座も取っていて、あの、 黒人特有のね、非常にバネのある、あのー、ボクシング、足腰が強いボクシングで、もともと陸上部だったから、やっぱスタミナも抜群で、まあパンチ力、破壊力だって十分あるし、うん、メンタル面もね、大人になってね、あの、十分鍛えられてたと思うんだよね。今後ね、バっンディ・平岡はね、まあ、スーパーライト級なんで、うんー、やっぱり井上康輝選手今めちゃくちゃ強い選手で、もう僕のトップ3に入れたいぐらいだったんですけど、今回は、 ちょっとアンディ・平岡をね、ちょっと押してるんで、入れさせてもらいました。来年、うん、どういう風な路線歩むかわからないんですけど、僕はもう世界期待してます。で、3人目は、あの、現役の、まあ日本ライト級チャンピオンの吉野修一郎選手なんですけど、まあもう今ね、あのー、ライト級取ってるし、東洋太平洋も取ってるから、もう、あと確かもう一個、3冠、アジア、パシフィックも取ってて、もう3冠チャンピオンに対して、もう期待してるとか、っていうかもう十分結果出してるのでね、 今更入れるなよって思われるかもしれないんですけど、まあ、来年、世界を狙えるっていう一材として僕は入れたいと思いますね。今、国内では頭も、やっぱ2つ3つぐらい抜けてて、もうとりあえずライバルいない感じになってるんですよね。そうなると、やっぱ次ちょっと期待するのは、まあ、世界ランカー、世界チャンピオン。うん。非常にね、あの、距離感も上手いし、あの、パンチの当て方とかも上手くて、うん、あの、非常にお茶目な一面があってね、 あの、試合も面白いんですよね。あの、常に、あの、KO 狙ってる感じはしないのに、KO してる感じがするところもまたいいと思いますよね。僕が、あの、来年をしてる、くずら、かねこ、アンディ、平岡えー、吉野修一郎。2020年は、この3人に注目してもらいたいと思います。今回の動画は以上です。<music>